星です。赤崎です。ひろゆたろうです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ご覧ください、ね、今回はリロイに行っていただきましたが、すいません、はい、もう訪問した店舗なんですよね。あ、そう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 、自主的にもう行っちゃったんですよね。自主的に行ってました。ハマってたんで。いや、本当に行っていただいてありがとうございます。京成大久保店ということでね、まあ、リロイの情報をもとにまたちょっと私が作ってますけども、はい、京成大久保から徒歩10分でね、味噌ラーメンがあるお店、はい、僕も前は味噌ラーメンですが、はい、今回食券情報が残りなさい。食券そのコールの部分、はい、で、野菜少なめで油と辛め、野菜少なめ、油辛めでニンニクを入れているという、もう好みが野菜少なめだと自分で気づいたんです。なるほど、いいことよ。それによってスープがすごい濃くなる、うん、結構上級者の頼み方。なるほどね、ね、気がつかないうちになってました。水分量がね、まあまあ、そう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 、少なくなるから。で、味噌に見えるほどね、うん、醤油の色が強いという。すげえ。今回は醤油のやつ。なるほど。あ、麺から売ってますが、うん、いや、まあ僕もこれ体験してますけど、もふもふの平打ちストレート麺。そうなんですよ。食べ応えがね、これあの歌舞伎の次に行ったんです僕。あ、うん、そっか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 。なんで、うん、麺がすすれるっていうのを見てほしい。戻してでもいいから、麺を確かに確かにちゃんとすすれるよっていうのを見てほしい。あ、確かにね、歌舞伎町は短いから。短かったんですよ。うん、確かに。まあ、胡椒もかけてね、スープ少なめだけども、そうです、味を変えた方がいいっていうのを言ってたんで、あ、楽しみやってみました。まあ、豚もね、食べていって、はい、言うたら、コメントできないっすよ。怪しいカットしすぎよ。面白すぎる。これね、僕ね、本当に編集してたんですけど、あまりに短くて動画が、だって10口ぐらいで本当に食べ終わっちゃったから、編集してて、あれ？もうこんな終盤なの？とか思っちゃって、何もコメントできなかったんですよ。僕もね、びっくりしましたよ、編集してて。もう食べ終わったなと思っちゃったから、それを編集したらこんなになっちゃいますよ、それは。元が短い。元が短いから、そう。俺の見てほしいポイント、もう巻き戻し見てください。まあこれはね、あの動画としては消化不良だと思いますんで、また僕も京成本舗行くから、その時行きましょうよ。ぜひお願いします。そのみそ食べたいっすね。あー、確かにね。まあ、たまにはこういう回もありますよ、ということでね。はい、というわけで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。Thank you.